ちは。2017年よりジュビロ磐田でプレーをしていて、ジュビロ磐田にはいなくてはならないジュビロ磐田の守護神です。三浦選手、今日はよろしくお願いします。さすがに無理だな。こんなのでうまいね。リフティングをうまくするにはボールをこう回転をかけないように上げる。こうやってこうやってなんないようにこう回転をかけない。聞いていただきます。OK？ 回転をかけないように上げる。続けて PK 対決です。三浦選手にゴールを守ってもらいます。三浦選手に止められないようにゴールを決めてください。こんにちは。こんにちは。自信はありますか？自信ありません。俺は頑張る。すごいな。打ちそうなやつ、たぶん急に出てくるんだろうな。おい、決めてみろ。うわぁ、分かった、右側行けるのな。最終だ。サッカーやってるな。短い時間でしたけど、リフティングだったり PK だったりすごい楽しかったです。僕が小学校の時、夢っていうのは特になかったんですけど、小学校1年生からずっとサッカーをやっていて、とにかくこう友達とサッカーするのがすごい好きで、ひたすらこう休み時間だったり放課後だったりずっとサッカーをしてたっていう記憶がすごいあります。でそれが今こうやって、ジュビロ磐田に入って、サッカー選手としてやってるんですけど、みんなもこう今のうちから夢を見つけるんじゃなくて、目の前のこと、好きなことをこう一生懸命やったり、みんなで楽しくやるっていうのがこう大人になった時に、何かこういいきっかけだったり、頑張ったことが職業になるかもしれないんで、今こう楽しいことだったりっていうのをこう大事にして、友達とたくさん、遊ぶというか一生懸命取り組んでほしいなって思います。試合の時にキーパーは声の大きさを100からで言うとどれぐらいまで？もうね、常に100。もうみんな来た人、スタジアムに来てくれた人たくさんいると思うけど、やっぱみんなの歓声ってすごいの。で中にいるともう多分この距離でもこの声は聞こえないし、この距離でも、100まではいかないけど、本当に大きい声で喋んないと聞こえないぐらい、ピッチの中っていう。だから常に大声で喋ってる。で俺とかは
一番後ろでずっと喋ることが多いから、試合終わるともう喉枯れてる。そんぐらいずっと大きい声で話してる。至近距離でボールが来て怖くないんですか？さっきめっちゃ怖かったよ。いつかすごいの来んじゃないかって怖かったけど、それで避けたらやっぱジュビロのゴールは守れないから、もうそこを歯食いしばって痛い思いして守るしかない。はい、タケノコの里とキノコの山どっちが好きですか？それね、タケノコの里。おタケノコでしょうね。三浦選手、今日はありがとうございました。三浦選手の得意技や子供の時の将来の夢が知ることができてよかったです。リフティングのコツをが知れて、リフティングをやったことある人は少しは上手くなったんじゃないかなと思います。最後に全員で三浦選手にお礼を言いましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。こいつを連れ去るぜ。